妖者の出現を防ぐには古市場へ向かう必要がある。奪旗の言を受けて馬長らは蜀の都成都に軍を向けた。古市場へ至るには蜀と徳川の領地を通らねばならない。そのための協力を得ようと考えたのである。蜀の主劉備と徳川家の当主家康は共に神君として名高い。事情を明かせば聞き入れてくれると思われた。しかしことは簡単に運ばなかった。傭兵館に差し掛かったところで張飛本多忠勝をはじめとする蜀徳川の猛将たちが立ちふさがったのである。劉備殿に直訴できればと思ったが道を塞がれたな。我らが奪旗に協力していると知られたようだ。よく徳川相手か。ならば言葉より武で語った方が早かろう。いざ兄者のもとまで押し通らん。張飛張雲本多忠勝、名だたる豪傑が勢ぞろいかよ。面白え、やってやんぜ。下れた見下げ果てたぜ兄じゃ。いや関羽、張飛様が叩き切ってやるから覚悟しやがれ。いつぞや聞いたような物言いだな。言い訳はすまいぞ六徳、すべてはこの刃で語ろう。遠慮はいらぬ、かかってまいれ。二手に分かれ、傭兵館を目指すのだ。オイル策なんざいらねえ。正面から当たって打ち破れ。張飛殿はあのようにおっしゃいます。敵は関羽殿、打てる手は打っておきましょう。勝負オイル、さあ俺と勝負だ。覚悟しろオイル、我が義を示す。今です。今知る。いざ参る。
を捕らえた。任務を遂行する。関羽殿を含む名だたる優勝が相手。援軍は多いほど良いでしょう。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。主の命によって。相変わらず問答無用ですね、旦那。飛んでも痛い目見るだけだな。ここは一旦止まんぜ。ダッキの区別ではない。そういうことなんすよ。分かってくれました。カルジの目は絶対消える。ここは引く。落石が止まったか。よし、進軍を再開する。進軍路が確保できたようだ。我らも進むぞ。敵ながら見事なものですね。少々の武勇に頼り切ってもいられません。援軍を要請しましょう。私の知略に勝てるとお思いか。俺を捕まえろ。
敵将仕留めたぜ。はっ殿に報告しなければ。やったか。行くぞ、敵本陣へ突き進むのだ。何もこれしき、俺の心は決して俺はしない。雪村さん、あなたまでもか。よもや妖術でたぶらかされて、この雪村の槍が不屈の槍か否か、俺は侵略まで受けていただこう。援軍か、助かったぞ。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。拙者まで目の覚める戦ぶり、なれ見事天空のライバル。激しい槍さばき、妖術に操られる者の技ではない。いかにも納得していただけただろうか。やはり雪村か。だがこのまま負けるわけにはいかないな。我が義を示す。敵将討ち取ったり。魂のこもった迷いのない一撃だ。彼らは自分の意志と楽器と共にいるのか。おう、やりますな。で語り合うまさ、入られ感動。それは礼を尽くしをしよう。入る戦ってやつ真面目やがったな。それは真面目が遅れを取るわけにはいかねえ。入る。見事敵将討ち取ったり。
やっぱり兄者にはかなわねえ。負けたからには話を聞いてやら。まずは武にて信念を受けたまわった。次は言葉にて説明を伺おう。我らがダッキについた理由だが、未来から来られたとは信じがたい話ですが、ハウン殿の件ならば信じよう。申し分ない戦果だ。そうか、チェ、見事だ。なんで生徒に行くんじゃねえのか。武田と上杉に不穏なる動き、ダッキの背後をつかんとしておるとか。先にそちらを抑えねば危ういかと。よくわかんねえが、要するに敵は武田と上杉ってことだな。ああ、だからか、あの二人が張り切ってやがるな。